シュガーラッシュは、リッチムーア監督による2012年の 3D、コンピュータアニメーション映画であり、また作中に登場するゲームの名前。アーケードゲームの世界で、悪役キャラクターを演じてきたラルフが、ヒーローになる夢を叶えるために冒険に旅立つ、ファンタジーアドベンチャー映画。ウォルトディズニーアニメーションスタジオ制作で、ウォルトディズニーアニメーションスタジオ長編作品としては52作目と、 なる。日本では日本語吹き替え版のみで劇場公開された。劇場公開時に短編アニメーション、紙飛行機が同時上映された。また続編としてシュガーラッシュ、オンラインが公開された。閉店後のとあるゲームセンターではゲームキャラクターたちが意志を持ち、ゲーム世界をつなぐゲームセントラルステーションをたどって他のキャラクターと交流していた。 アーケードゲーム、フィックス・イィット・フェリックスの悪役ラルフは、今の強風に不満を抱え、稼働30周年を機に、悪役セラピーに参加しても満足できず、他のキャラたちがパーティーを開いているのを目撃。思わず乗り込むも歓迎されず、自分もヒーローになった見返すと宣言。反論するジーンとで、ヒーローのメダルを入手すれば、最上階の部屋に住まわせるという賭けを行う。 FPS、ヒーローズデューティに潜り込んだラルフは、なんとかメダルを獲得するがサイバグの一匹に襲われた、まま一緒に、別のゲーム、シュガーラッシュの世界へと迷い込んでしまう。その頃、フィックス・イット・フェリックスは、ラルフが画面に登場しなくなったことで、故障中の札が貼られてしまう。ゲームの撤去を防ぐためフェリックスはラルフを連れ戻すべく、ヒーローズデューティに乗り込み、 ゲームセンター廃業を危惧しさいバグを受かるホーム、軍曹に一目惚れ、シュガーラッシュの世界へついていく。レースゲーム、シュガーラッシュでラルフは、バネロペにメダルを横取りされる。憤慨するラルフだったが、彼女は、自身のプログラムの不具合のせいで、レース出場を禁じられ同じ世界の住人たちからも、疎まれていた。ラルフは彼女を助け、優勝すれば、 メダルを返してもらう約束を交わし協力し、交流を深めていく。しかし、レース参加の直前、メダルを手にしたキャンディダ用が、ナルフの元に現れ、バネロペが、レースに出て不具合が見つかると、ゲーム筐体が故障とみなされ撤去されてしまい、彼女だけが消滅してしまうため、あえてレースから締め出していると話す。ナルフは、戸惑いつつも、バネロペに、 それを伝えるが、ダルフが服の下に隠していたメダルを見つけた彼女は裏切られたと勘違いし、抗論になる。ダルフは一緒に作ったレースカーを壊し、泣き崩れるバネロペに罪悪感を感じながら自分の世界へと帰っていく。その頃、フェリックスは困難を乗り越えるうちに、カルホーン軍曹と惹かれ合うが、不意のセリフが彼女のトラウマを刺激し、喧嘩別れとなり、 一人で向かったキャンディだ用の城で、サワービルに捕まってしまう。戻ってきたラルフは、寺院に最上階の部屋の鍵をもらうが、皆が逃げ出し無人となったマンションに、気持ちは晴れずメダルを投げ捨てる。飛んでいくメダルの先で、不具合で登場しないはずのバネロペが描かれた、シュガーラッシュの筐体が見え、不審に思ったラルフは再び、シュガーラッシュの世界へ向かい、そこで真実を知る。実は、 バネロペもプレイヤーキャラクターの一人であり、彼女がレースに参加してゴールラインを超えるとゲームがリセットされるため、キャンディ大王が彼女に関するプログラムをすべて抜き取り、その世界の住人の記憶も封印していた。ラルフは助け出したフェリックスにレースカーを直してもらい、バネロペも救出し、若いレースへと参加させる。だが一方でカルフォーン軍曹は 大繁殖したサイバグの群れを発見していた。スタートが大きく出遅れたバネロペは自身の不具合を利用した瞬間移動を駆使し戦闘になるもキャンディダイ王の妨害の手が迫る。偶然バネロペに触れられたキャンディダイ王は彼女から感染したバグによりターボという正体を表す。彼はかつて自分のゲームを放棄し新型レースゲームに侵入し、 互いのゲーム機に不具合を発生させ、ゲーム機と共に消滅したと思われていたが生き延び、シュガーラッシュ世界のプログラムを書き換え、この世界を支配していた。辛くもターボをかわし、バネロペがゴール寸前まで来た時、サイバグの大軍が溢れ出し、この世界を食い荒らし始める。カルホーン軍曹の指揮のもと、全10人が逃げ出すが、バネロペだけが不具合のため出られずにいた。 ビーコンと呼ばれる、まわゆい光の柱を灯すことで、サイバグを集めて殲滅することを思い出したラルフは、ダイエットコーラ火山を噴火させ、ビーコンの代わりにする作戦を思いつく。そこに、サイバグと融合したターボが現れ邪魔をするが、作戦は成功。そのまま加工に落ち、ゲームオーバーを覚悟するラルフを、瞬間移動で、バネロペが助け出し、ターボは、サイバグの本能には逆らえないまま、 大噴火の火柱に飛び込み消滅した。ゴールラインをバネロペのレースカーが通過し、住人たちの記憶が蘇る。彼女こそ、このゲームの主人公であり、国を滑る王女だった。だが、彼女は王女よりもレーサーであることを望み、住人たちと和解する。ラルフはこの世界で一緒に暮らすことをバネロペに誘われるが、悪役の務めを果たしに、自分の世界に戻る意向を伝え、 この世界を後にする。その後、ゲーム機を失い、行き場を失っていたゲームキャラクターたちをボーナス面で登場させたことで、フィックス・イット・フェリックスはレトロゲームとして人気が再燃した。フェリックスはカルホーン軍曹と結婚、ラルフの境遇は以前と変わらないが、住民たちと和解し役役の仕事にも誇りを感じられるようになり、画面の向こうでは、 バネロペが子供らの人気キャラクターになっていた。冒頭とラストに登場するゲームの悪役キャラクターたちによる悩み相談会。実在した過去のゲームや劇中創作の悪役キャラクターが参加している。全員ラルフと同じ生涯悪役の運命を嘆いているが身分を受け入れることによってゲーム社会で適応できるようにするというのが会の目的。閉会に際しては 自分は悪役でいいヒーローになれないのは決して悪くない今のままの自分でいいのモットーを持って会を終了する。その後、ラルフからシュガーラッシュでの冒険談を聞き共に喜び合った。会場はパックマンのモンスターたちがいるアジト。テーブルタップ内にある各ゲーム間の交流に用いられる中央ターミナル駅。駅なのでゲーム筐体とはケーブル内の電車で移動。 ゲームによって車両は異なる。各ゲームへは電光掲示板の文字で判別される。モデルはグランドセントラル駅。物語の舞台となる店。国道83号線沿いで30年以上営業している。ゲーム機の導入や撤去はあるが、配置替えはほとんど行われていない。劇中に登場する3種類のゲームはいずれも作中の架空のゲーム。 1997年に日本からリリースされたレースゲーム。キャンディバーの森やダイエットコーラの火山などすべてがお菓子でできた世界でアントニオ・ガウディの建物をモチーフにしている。キャラクターは3頭身前後のレーサーたちと半擬人化された各種お菓子の2種類に分かれる。日ごとにゲームに登場するキャラクターが異なる。ラルフはお菓子のレースゲームとしか知らず。 バネロペも当初ラルフが悪役だと気づかなかった。プログラム構成は書く、キャラクター、コース、その他の設備となるケージの中にアイテムなどのメモリを入れている。ケージ同士はケーブルで繋がれており、信号を送受信するごとにケージが光る。たとえケージからケーブルが抜かれたり特殊な箱で封印されたとしても繋がりがなくなるだけで、ケージ自体の機能が失ったり削除されることはない。 この内部への入り口はキャンディガ用の城のどこかにある。当日の制作の項にあるように、モデルはニンテンドからリリースされている実在のレースゲーム、マリオカート。なおアイテムボックスを取ると、マリオカートはランダムにアイテムが選ばれるが、シュガーラッシュはそれぞれのキャラクターの潜在能力を引き出す設定になっている。一週間前に設置されたばかりの 近未来的な装備に身を包む人類と凶暴な機械生命体、サイバグの工房を描く最新型 FPS ゲーム。プレイ料金は25セント効果が8枚で4人まで同時プレイ可能。シューターというロボットがプレイヤーの分身。1982年にリリースされた8ビットアーケードゲーム。古いスペックのため背景はドット帳で描かれている。 プレイヤーは主人公のフィックス・イット・フェリックスを操作し、アッパートビルの屋上に陣取る悪役のレック・イット・ラルフが落としてくるレンガを避けながら窓をすべて修理することを目的とする。各レベルのクリア時にはフェリックスに金メダルが授与され、ラルフは住人たちによって屋上からビル横の泥だまりに投げ落とされる。ラルフ帰還後、悪役であるラルフも 自分たちと同じ必要な存在であることを理解した住民たちは彼と和解しボーナスステージでキューバートたちと共にゲームを盛り上げるようになったことで人気のレトロゲームとなったこの他にエクストリームイージーリビングというシム式とグランドセフトオートをモデルにしたゲームが登場予定だったが諸事情によりカットされている本作には実在する コンピュータゲームキャラクターが早くとして多数カメを出演している。制作中の課題はジョージャンプやリブートラルフであった。ウォルトディズニーアニメーションスタジオの社長で本作の制作総指揮であるジョン・ラセターはシュガーラッシュを自分がグッドガイであることを示すために冒険する8ビットゲームバッドガイと説明した。また監督のリッチムーアはレインボーロードで コースアウトして落下するなどの体験を再現したかった。マリオカートの世界を 3D 映画にしたかった。と語っている。ディズニーの1988年の映画、ロジャーラビットの手法で多くのコンピュータゲームのキャラクターが仮名を出演する。予告編第1弾では、ラルフと共にセラピーに参加するグズタたち各キャラクターの姿がある。 当初は2013年3月22日公開予定だったが2012年11月2日に変更された。日本語吹き替えされた予告編では劇中に登場する看板などの英文や英字名称はその部分の映像を差し替えて日本語のものにしていた。ただし劇場公開時にはバネロペ・トラルフが作ったレースカーへのサインバネロペの手作りメダルを除き 本編の映像は差し替えられず、オリジナルの映像のまま上映された。本作の劇場公開時には、ディズニーの短編映画、紙飛行機が同時上映される。予告編は2012年6月6日に、マダガスカルさんの公開時に上映された。アクティビジョンより、Wii、Nintendo 3DS 用ゲームが販売された。ジャンルは、アクションアドベンチャー、日本未発売。 ゲスト出演としてセガから発売されたソニックオールスターレーシングトランスフォームドではダルフがプレイヤーキャラクターとして参加している。シュガーラッシュオリジナルサウンドトラックエーシン B00AU5R699 日本では公開を記念して2013年3月16日より特別番組が放送された。出演はありの進むかな、浜口優、諸星すみれ。 ナレーションは、三中幸子、小野寺はじめ、ありがとうございます。